はい、皆様こんにちは、金尾由志郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾由志郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょうということでね、たった今、はい、高橋誠さん登場です。どうも、こんにちは。こんにちは。いや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 ね、びっくりさせていただきましたね。まずは松下としみでございます、はい、よろしくお願いします。売り子松下としみ、はい、売り子です。今日は金尾商店でね、はい、のんびりやりたいと思っていますが、はい、番頭は渡辺隆です、はいはい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。ね、今日はにぎにぎしくね、お客様も、ね、なおちゃんもありがとうね。初めてよね。まっちゃんもありがとうね。ということでね、今日は金尾商店っていうことで、金尾商店、はい、はい、なんか歌えますか。もういや、今日はね、昨日までね、四国行って、そうですよ、高知の話もしないと、そうそう、四国を初めて四国行ったの、生まれて初めて行きましたね。初めて、初めてだって、うん、素晴らしいね。初めて行って高松と、高知と、うん、で通り道はね、愛媛を通るんですよ。愛媛県も差し掛かってるから、三軒は一応通ったって、ね、そうですよね。一気にね。ただね、あんなに海が近いって、こういきなり海が現れたりとかさ、高松ね、高松港、向こう、そうそう、瀬戸内だからね、うん、瀬戸内海ね、ね、太平洋はすごかったでしょ、桂浜からの、桂浜、ね、あ、まず皆さんにありがとうございました、ね、ありがとうございます。高松の皆さんは、菊田俊介初めてのね、はい、香川県制覇でね、高松行ったら全国制覇になる、制覇ね、で俊ちゃんが、素晴らしい、ちゃんがね、それで高知は十数年ぶり、おー、そう、うん、で、金さんね、そう、僕はゲストっていうことで、うん、メインは森からくっつけたみたいなね、高知、高知だけだったんですけども、うん、でも超高松もちょっと応援に行ってね、うん、ちょっと歌わせていただきましたけどね、うん、ね、騒いできました ね、 ちょっとね、でも皆さん、本当にありがとうございました。高知は ね、平日にもかかわらずね、うん、月曜日だった。高知はやっぱりね、高知の地元のね、岡崎さんっていうね、うん、松下さんの親戚になるのかな。そうですね、うん、でやっぱり一人でいろいろね、チラシとか配ってフライヤーを貼らせてもらったりとか、飲み屋もそうだしね、飲み屋もちょっと前日行ってね、俺に行くじゃん。飲み屋はすごい、飲み屋で盛り上がるからね、俺。俺カラオケ絶対歌わない人間がさ、歌ったのよ。そしたらもう盛り上がっちゃって、カラオケ、うん、来てた、でもその時来てたお客さんもライブに来てもらってね、そう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 、うん、それでもう、そう、1週間ぐらい前から夜頑張ってったらすごい超満員だったかもね、うん、でももういっぱいで、お客さんもいっぱいでね、うん、嬉しかったね。まあ小さなお店だったけど、うんうん、とりあえず心配してたの、月曜日だからね。そう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 、まあ良かったです ね、 ね、無事終わって本当にね、疲れは大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。それで高知行ったら誠さんのおじいさん、うん、おじいさんというかご先祖です、ご先祖様、そうですよね、ご先祖様が作った、おじい様じゃなくて、まあ、ご先祖様、それはおじいさんはね、うん、だってすぐだもんね、お菓子屋ちょっとお店、おじいさんはもっともう教育者ですから。あ、そうかそうか、あ、そうかそうか、うん、ご先祖様が、うん、瓦職人だったのね、お城のね、うん、それでね、その瓦を見に行ったんだけど、すごい全部ね、模様が違うのよ、鬼の顔が、あ、全部鬼なの、上までね、行って上まで登ったんですね、うんうん、天守閣っていうかね、俊ちゃん登りたいってね、うん、将軍がおっしゃいまして将軍が高知城で制覇して、ね、でもよかったよ、いいよね、いいとこもでね、風がね、風が通るのよ、気持ちが良くてさ、ちょうどね、そんな大きくないの、上が、うん、だからちょうどゆっくりできる広さでね、のんびり、周りも歩けるもんね、もう歩けるの、あれ結構怖いよね、怖いよ、怖い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 、しかないから、俺ダメだ、そうそう、ね、結構高くて怖い、怖い、なんかだから出たらさ、なんかちょっとお尻がキュンってするよ、そうそう、めったにそういうのないじゃないね、うん、なんか貼ってあったりとか、うん、コーチはそういうのは歩けるんだ、歩ける、歩ける、
そうね、普通危ないからダメとかね。そうそうそう、そういうのはコーチないですよね。自由だね、コーチだから。コーチはこけたらその人の近くに、コーチから呼ぶかけんじゃない大丈夫え大丈夫、コーチの人は広いから広いから、うん、広いよね。そうよ、あのどっかの知事みたいに悪口言わなきゃあ、そう、そう、あ、言ってたね、なんか言ってたでしょ、あれ笑っちゃったよね。いやでもね、うどんも食べたしね、うどんも食べたし、コーチはやっぱりたたきじゃない、カツオの、うん、まあもちろん美味しいんだけども、うん、あの中華も美味しかったのよ。ああ、カチンエンっていうね、うん、古い中華料理屋さんがあって、うん、あのそうそう、またね、横浜の中華街の感じとまた違うのね。なんかね、天井高くてさ、食べるところもね、なんかあの日本じゃないような感じ、うん、なんか、うん、あと高松はね、栗林、うん、公園の名前覚えてますか？栗林公園栗林公園って書いて栗林公園、栗林じゃないよ、だから栗林があるかと思うんだけど松ばっかりなの、そうそう、ほとんどすっごい広いんだけどね、鯉があって、うん、まあ、世界三大名所、ね、名所の公園に、うん、あの町田さんからね、町田さんっていうのはあの菊田俊介さんの先輩にあたって、うん、で高松観光大使のわけ、うん、ああ、そうなんだ、だからそうそう、結構あのいろんなところをねアテンドしてもらって、そこのね、公園の中に一箇所だけ私有地があるわけ、うん、そこの茶室で朝がゆ、うん、だけど ね、6時40分集合はちょっときつい、ミュージシャンにライブ当日のさ、俊ちゃんちょっと松田さんもさ、さらっと夜さ明日さ、6時40分集合朝でしょ、俊ちゃんライブ終わって、で帰ったのが12時過ぎで、多分1時とかね、何時間かしかね、結構でもまあ美味しかった、美味しかったね、うん、美味しくいただきました、素晴らしい、皆さんにね、観光させていただきましたね、お世話になりました、いろいろね、はい、うん、あの玉木さんにもね、玉木さんにも、ね、何か何かすごい、ね、玉木さんに桂浜案内してもらったんだよ、私コーチで、コーチしながら詳しいからね、いろいろ夜の街は詳しい特にね、行って ね、楽しかった、うん、すごくね、はい、お世話になりました、いろいろね、また行きたいですか？行きたいね、行きたい、また今度はあの島、あれを見たいね、まこさん連れてかな、ね、ぜひね、それで結構ね、もうあのだいたい高知歩いたら金尾って言うと分かるから本当本当かな、そこまで有名になっちゃった、そこまで行った一夜にしてすごいな、だいたい、うん、あれで、まあでもね、行きたいよね、またね、うん、いい、まあね、機会があればぜひまた、うん、ぜひね、呼んでいただければということでね、はい、なんか歌いますか、何から行きますか、なんかリクエスト来てますか、リクエストですか、ちょっとまだね、はい、チェックができておりませんので、そうかそうか、そしたら、うん、まあ、あの決まるまでなんか、なんかさっきあのステルアイラビューかなんか来てたんじゃないかな、ステルアイラビュー、あ、来てた来てた、これミキさんからいただいてますよ、あ、ミキさん、博多のミキさん、はい、ありがとう、いつも読みますか、うん、皆さんこんにちは、はい、晴れてる感じなのに時折雨が降る博多です、あ、そうなんだね、うん、先週の放送も楽しかったですね、ああいうジャンルの歌も昼下がりの川崎 FM に似合っててよかったです、先週は演歌のね、あ、演歌の暁月めぐみさん、めちゃくちゃ歌がうまい、演歌の人ってやっぱ歌はうまい、ね、そうそう、でモノマネとかも出てる人で、モノマネ選手権かなんかも出てたんだ、選手権ってあのフジテレビのちゃんとした番組ね、あ、ごめんなさい、オーディションじゃなくて、あ、そうかそうか、そうなんだ、プロですから、プロですからね、うん、そうです、あ、そうなんだ、ね、そうです、それで、今週は毎度の金尾商店、うん、何の心配もなく歌うと楽しめそうですね、うん、さて金尾さんとしみさん高知ツアー&トリップ、うん、お楽しみ様でした、うん、あ、ありがとうございます、盛況だったみたいで何よりですね、うんうん、実は最近改めて感じることがありまして、はい、オイルは先週6年前に脳梗塞で倒れた男がようやく復活したライブに参加し、うんうん、日曜日には網溜さんのライブに行ってきました、うん、アミさんの声が完全復活、うん、どころかかえって倍音が響くような声で、うん、むちゃくちゃ良くなってるように感じました、うん、よかった、元気になって ねオイラも去年流行り病で命を落としかけた後、うん、病院の態度に腹を立てて、うん、自力でいろんな、いろいろ学んだおかげで最近は逆に絶好調なのと同じなのかもしれませんけど、うん、人は健康の危機を乗り越えるとかえってコンディション上がっていくものなのかもしれませんね、うんちょっと詰まりますね一秒息災って言葉もありますし、そういった意味では今後金尾さんがますますとんでもないことになりそうで楽しみです、うん、まだね僕は
回復っていうかなんかそういう、うん、抗がん剤治療とかしてたんで、うん、そのやっぱりあれが出るのね、なんだっけ、副作用みたいな。なんだっけ、もう忘れるぐらい。だから忘れるぐらいだから大丈夫です。声がね、枯れるんだよね。そう。俺はね、出るのはね、声が枯れるのと体がだるくなる。だるくなるね。そう。それはね、みんな。あとはね、食欲とかあるんで、で、昨日、レントゲン撮ったのよ。そしたらもうほとんどいい感じになってるんで。まあ、ひょっとしたらちょっとね、お休み、抗がん剤はお休みにしてね、いいかもしれない。来年の1月までに、たけしさんも少し体調崩してもよかですばい、だって。崩さないよね。崩した方が。俺は絶好調です。絶好調だよね。ずっと。まあ、これ以上崖っぷちになったらどうするんだろう。落ちちゃってね。これ以上は落ちてないよ。どっかに分からずないね。あ、面白い。シャーシーって言ってるね。シャーシー。リクエストいただいてますよ。はいはい、アミタメさんと歌った時に、カナオさんの帽子の羽が口に入ったシーンを思い出したんで、Still I Love You。は？あ、そう？ですけど、いつも通り何でも OK です。Still I Love You。そんなことがあったんだね。うん、昔ね。どうしようか。どうしますか。やってください。Still I Love You やる？うん。お願いします。うん、街で見つけた今夜だけのパートナー、傷ついているのは君だけじゃない、虚しさだけを感じているのは俺だけじゃないはずさ、街のどこかで愛だけで Stay away、 生きていけたなら笑い合っていつも暮らせたなら、夢だけで Stay away、 生きていけたなら言葉はじゃない。
ゆきさんのリクエストにお答えしました。ステラ・アイ・ラブ・ユー。この歌はですね、もう15年、まあ、もっと前かな。もっと前じゃないですかね。20年以上前か。いや、30年ぐらい。30年前。もっと40年。40年前。違う。40年はデビューした時なんですが。30年ぐらい。そうそう、徳間にいた頃だからね。30年。柳葉敏郎さんがね、歌ってくれて。これね、男女7人夏物語の ね、テーマになるはずだったのに、残念ながら、そう、事務所の力関係でショーミーという歌に取られてしまいました。まあ一応柳葉さんがね出てたんで、まあ挿入歌みたいにはなったかもしれないですけどね、実はカラオケで行かなくなったのはこの歌のせいだ。この歌をさ、俺どっか スナックで、バーってみんないる時にさ、じゃあセララビ行きましょうよっつって歌ったらさ、入ってんだ、入ってる、入ってる、セララビ入ってんだけど、あの入ってたんでしょ、うん、君の名はって、まあ今ちょっとあのストップしてるんだけど、それ歌ったらさ、点数が出たのよ。で、点数がさ65点だったんだよ。で、俺すぐ事務所電話して、ちょっと待って、ってフロント電話してた、これ俺の歌なんだけどさ、これ65になってるけど機械がおかしいんじゃないかって。それはそう、もうそれ以来ね歌わなくなったから。あれはね、あのプロの人は低いんだよね。そうガイドボーカル通りに歌わない点数が裏にいるの。カラオケってさ、あのううハトポップみたいに歌ったらいいんだって。ハトポップ、ハトポップじゃないけど、なんか要するにポッポッポ、ハトポップみたいな、うんうんうん、きっちり歌ったらね、きっちりっていうか ね、まあ、ね、感情を込めたりしたらダメなんだよね。それはもう崩しちゃったらダメでしょ、マイナスでしょ、崩したし。だからそのそれ以来ね、あおーとか言いながら歌ったじゃない。それはダメだよ、原点。いやいや、だから俺カラオケ、ね、1曲でさ、周りの人の乗せるから、カラオケ行っても、うん、なんか自分一人で気持ちよく歌うタイプじゃないからさ、巻き込むから。でこの間だったら高知でさ行って、っ、ね、後ろに男の人たちがバーって来てたわけ、うん、すごいね、行ったらね、政治の話をしてたの、うん、後ろね、静かにね、うん、で歌っていいのかいっていう雰囲気だったんだけど、うん、歌いました、この方はね、うん、その前に前座やらされて、私が静かにもう遠慮がちに、せっかくね呼んでくれた人の、ね、顔もあるだろうしさ、いいっすよっつって歌ったらもう盛り上がっちゃって、もう肩組んでさ、記念撮影しながら歌って、大盛り上がりで、もうステージになっちゃったよ ね、 ちょっとね、あれが一番盛り上がったんじゃないかな。ライブより、うん、面白かった。でも面白かった、うん、そうか、まあ、うん、楽しいね、カラオケってね。そう、それでカラオケどうしましょうね。はい、行きましょうか。高知から、そのさっきのひろし君から来てますよ。あ、ひろしさんから、はい、今日も高知はさやかな、晴天ですと聞いてますけど、花尾さん、としみさん、高知お疲れ様でした。高知パラダイム伝説のライブ、私はまだ興奮が冷めやりません。一部の菊田俊介さんのソロ、二部は菊田さんのギターをバックに、一曲目のチクホブルスでグッと掴んで、次から次に名曲が繰り出され、感動の雨嵐でした。としみさんの朝に当たる弦もすごく良かった、ライブの翌日からも夢の中を歩いているようなふわふわとした幸福感に包まれていました。やっと今日から少し足が地面についてきた感じです。本当に素晴らしいライブありがとうございました。これからも病気に負けずに頑張ってください、はい、またお会いしましょう、はいはいはい、ね、See you next again。 そうですね、はい、ありがとうね、ヒロシ、本当にね、ヒロシさんお世話になりました。やっぱりね、一人の方がね、いろいろ動いてくれるっていうのは、うん、すごい重要なことでさ、それはね、ものすごいパワーになるよね、うん、よかったよかった、うん、ありがとうございました、本当にありがたかったよね、うんうん、助かりました、助かりました、ね、どうしますかね、はい、続いて、いきます、つとむさんから来てます、うん、あ、アトランタ、アトランタ、はい、いきますよ。この間あったような気がするな、会いますよ、あった、ね、会いましたよ。カノー商店の皆さん、こんにちは、はい、こんにちは。先週の放送にお邪魔して、素晴らしい時間ご縁をいただきありがとうございました。暁めぐみさんにデレデレになってしまったことは私の修行不足です。でも幸せな時間でした。あのめぐみさんがね、好きなタイプだったんだって、がっちり系がね、そうそう、めぐみちゃんそうだね、そう、ちょっとがっちり系が好きなんだ。今日は金玉、今の日本の暑さには驚きましたが、暦の上では秋です、うん、久しぶりのマイフレンドリクエストさせてください。最高師範もかなおさんの復活劇本当に喜んでいました。
おす最高主犯がですか、うん、喜んでいただけるとすごいね。あと今誠さんって来ました。聞きながら送ってくれて、ね、マイフレンドね。マイフレンド、あ、あ、それ後にします。そうだね、探しときますかね。ましょう。じゃあババッと行きますよ。いいですよ。加納さん、としみさん、渡辺さん、鈴木さん、はい、こんにちは。加納さん、としみさん、四国ツアーお疲れ様でした。ありがとうございました。加納さん、旅の疲れは出ていませんか？出てないですね、全然。四国の美味しい食べ物、ね、俺は本当ちょっと調子が良くなってきた、うん、声がねちょっと太くなってきたね。あ、逆に良かったね。あの調子こいてきた。調子こいてきたね、なんかね。ね、まあ、ひょっとしたらいい声出るかもしれないです。もう大丈夫と、そんなに気にするほど枯れてないけど。人生最後だからね。またすぐそういう人にらみつけて言わないでくださいよ。ね、人今にらみつけていたし、私は医者ではございません、ね、ね、でもね、お医者さんに俺ね、あの嫁は自分で決めますって言ってあるから、だからあまりね。でも顔色もいいしとか言われたんでしょ。本当顔色がねもういいしね、うん、なんか大丈夫そうって。大丈夫そうですね。言われ大丈夫大丈夫よ。顔色悪いって言われたら嫌だよ ね、 先生にね。落ち込んじゃ余計だ。余計ダメになっちゃう。いやでもね、やっぱりね、こうやってバラって免疫力つけて、うん、あの病気なんかやっぱどっか行っちゃうよね。うん、で本来自分の中から生まれてきた細胞なので、うん、そうだね、やっぱりちゃんと自分でね、あの、うん、コントロールできるはずなんだよね、うん、はい、頑張ります。頑張ってね、はい。ついにしゅんさんが高松ライブ47都道府県全国制覇しましたね、うん、本当に良かったです。しゅんさんの演奏を目の前で見ることができて感動、うん、楽しかったです。一緒にその時間を共有できてお祝いできたことは本当に幸せでした、はい。そしてカノさんとトシミさんとまっちゃんにもお会いできて、うん、とっても嬉しかったです。で行こうかどうしようか迷ってたんですって。あ、これ、ね、でもやっぱり行こうと、小泉さんですね。小泉さん、はいはい、小泉さん初めてね本当お会いできてね、うん、あのこの放送はずっとね、あのメールとかいただいてたんですけど、いただいててね、まさかねお会いできると思わなくて、ね、そうなん、びっくりしましたね。すごいチャーミングな方だね。そうそうそう、うん、もうあのしゅんさんの番でね、さっき写真送ってきたのよ。あ、え、本当に、うん、2人通しようと、またあのフェイスブック上げますんでね、うんうん、まあ行ってよかったというね。あ、よかったね、会えてよかったね、はい、会えてよかったです、うん、ありがとうございます。まあリクエスト、あ、裏がありました、うん、裏があった、うん、リクエストは You をお願いします。お、でも何でもいいです。あ、そうですか、はい、何でもいいです。わかりました、はい。どうします、じゃあ、やりましょう。You をやりますか、ね、今から、はい、はい、今からって言ってた。今から今から行きますか、今から行きますか、ちょっと待ってください、うん、ちょっといきなりすぎますか。マイフレンドは探しましたか。マイフレンド、うん、マイフレンドをやる、マイフレンドやろうか、じゃあさっきじゃあ、アトランタの、ね、今日はね、リクエストにお答えしています。リクエストにお答え してね、ありました、マイフレンド、ちょっと最近歌ってないからね。ユー出た、ユー出た、出ました、ユー出ました。悲しい気持ちでも暮らすのはやめなよ。
ということで、ユウをお送りしました。ラジオバージョンでしたね、ちょっと短めのね。ラジオバージョン、ということで、岡山の小泉さんのリクエストにお答えしました。ちょっとね、小泉さんのちょっとまだ続きがあったので、うん、いいですか、はいはい、ライブの次の日ね、最近足を痛めた、シュートを整骨院に連れて行っているのですが、その整骨院の隣にずっと前から気になってたジーンズショップがあって入ってみました、うん、高青年の店員さん、うん、ジーンズの話から東京でもイベントありますよと、その流れで俊さんのことを話すと、あの菊田俊介さん僕知ってます、ファンです、ブルース大好きなんですって、岡山で、菊田俊介さんは生で聞けるんですか、鳥肌が立ってそわそわしてきましたって大喜び。今年の春に北海道から来たばかりの高青年でした。このタイミングでなんだか引き寄せられてつながったような気がしてびっくりしました。まあそういうことありますよね、そうそうそう、なんとなく気になってるとこ行ったらなんか知り合いの、お知り合いの知り合いで、ほらスナックでつながったじゃないですか、高知で。高知のスナックで、高知のスナックで、そこのお客さんがそういえばあのご夫婦で見えてる、そうそう、神戸のね、相撲取ってたの、そう、神戸の相撲取りなんです、それで今は痩せてあるんだけど、うん、前のあのビデオとか見せてもらったんだけど、相撲八段、八段、そんなあるの、柔道とか八段とかあるんですって、アマチュア相撲あるのかな、番付だけじゃない、番付じゃないんですよ。それで俺たまたまさ、あのなんだ、亀ちゃんの双葉山の孫娘の、人とあのたまに会って飲んだりとかしてたの、亀ちゃんって言うんだけど、秋吉さんって言うんだけど、で芝居やってて、で川中美樹さんの店で、あの紹介されたのね、それがまあ出会いなんだけど、でたまたまあの両国とかでね、会って飲んでたりしたら、よく知っててさ、その人も繋がってたの、繋がってた、びっくりした、ね、やっぱ相撲の世界だから、ね、そうだってもうすごい、双葉山といえばね、だって名誉うん、そうそうそう、未だにそういうので繋がるってすごいよね、やっぱりね、うん、そうそう、だからね、いろんまさか高知でね、そういうのええー、とか言って、ええー、とか言いながら、ええー、とか言って繋がりました、まあ、そうね、あるよね、長く生きてれば、そういうのが楽しいね、旅先でね、なんかいろいろ面白かったです、面白かったです ね、 ね、じゃあ、アトランタの、はい、行きますか、行きますか、これマイフレンド、マイフレンド、マイフレンド、これでいいのかな、キーなんだっけ、 G でお願いします。朝の白い
ているか溢れるほどの夢を語り熱くなって追いかけた掴んで巡ってくじけて倒れ泣いて笑って飲んだあの「あの日今も俺の胸の中に生きている」「嬉しかったよ忘れるな Life is beautiful」「Whenever you come from you better run」「Whenever you come by」マイフレンドをしました。これはね、大山からという USA チームのですね、大山康彦さんですよね。最高師範、ね、最高師範が、ね、書いた詩ですね。それに、なんかお友達がね、亡くなったお友達の思い出のことをね、歌われた詩にね、忠実に曲を作りました。最高者が作ってんだからカットはできないでしょう。そりゃそうだ。最高師案とクエ鍋食ってもオスしかないからね。オスしか言っちゃダメなんだけど、言葉は鍋食べながら、だって一回行ったわけ、うん、で、ね、各師範たちが来てるんだけど、
美味しいかい、美味しいかいって言ったら、おっす、おっす、ね、で、なんか面白いこと言ったら、おっす、おっすって言うわけ。面白いだろうって言ったら、おっす。このおっすの活用がね、いろいろあるんで、いろいろね、これ今度ね、しっかり勉強させていただきましょう、ね、そうなんだ。最高ですね。で、僕よりも一回り上の馬年なのよ、うん、そうそうそう、だから箱ちゃんも、あ、そうだ、そうだ、そう、それで、ものすごいね、パワフルなのよ。で、体も柔らかいし、ベタってつく、体鍛えてるのもあるんだけど、その精神がね、なんかね、そう、80過ぎて、うん、ちょっと矢沢さん系なんだけど、負け下じゃないんだけど、負け下じゃないんだけど、ちょっとなんかほら、気持ちよさが矢沢さんみたいな感じの、うん、おうん、素晴らしい、いつ会ってもね、あの魅力的よ、すごくね、やっぱ魅力的な人って、色っぽい、魅力的にやっぱ追いたいよね、なんかね、うん、シャー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 ダメしょ、もうやっぱりバケツのカニって言われてるからね、もういつまで経ってもさ、落ち着きがないんだよね、俺は。まあでもそれはね、人それぞれ、あんまりこう落ち着かれたら具合悪いんじゃないかって大丈夫とかなっちゃう、ね、そう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 、今更ね、落ち着きがないよね、落ち着きがないのは年がいがないっていうかね、あ、そっちの方が当たってる、年相にあれしてないんだよ、そっちの方がだからちょっと若く入れるんだよ、はい、若く入れるんじゃないかしらそうでしょ、そうですよ、ね、だいたいでもちょっと若いですねって言われるよ、そうなんですか、うん、そう言わせてるんじゃなくて、うん、だから今俺最近お風呂がさ、銭湯好きでお風呂ばっかり行ってんだけどおかしいよね、週に2回ね、ただの日があるんだよあ、そう、あ、本当に俺たちの年になる、あ、そうか、うん、それで若く見えるからさ、でもう銭湯で、若く見えるからさ、いや、だから銭湯の番台のお姉さんがまだ若い人がいるから、うん、若く見えるからさ、そのカードがもらってたんだけど、うんうん、65歳になったら、うん、で、2日間無料になるもん、うん、でずっと何年も出さなかったわけ、してこれ出したらさ、今更ね、うん、出したらなんか嫌だなとか思ってさこの間からちょっと出したんだけど、うん、そしたら普通に、はい、どうもそんなもんです、そんなもんないんだよ、そうですよはい、どうも、はい、どうぞって言われてなんだよ、もっとびっくりされるかなとか思ったんだけど、格好つけてたのにねそれでもこのままほら日帰り温泉でね、日帰り温泉で65歳以上の方いらっしゃいますかって言ったら、はいとか言って、安いから安いのよ、半額ね、そで映画とかも安くなるでしょ、そう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 、あれは60以上なのかな、60以上はね、うん、あ、じゃあ俺もえ来年から、お仲間、お仲間60になるの、ね、60になるんですよ、そうよ、来年ね、ライブやるんだもん、誕生日60になったらロックンローラーいいじゃない、ね、かっこいいよね、うん、80ぐらいまでロックンローラーもう60からだよ、80まで崖っぷちだよ、崖っぷちだね、しんどい人生お前もよくやるよ、ライブ筋もな、よくやってるよ、よくやってる、ウォッカのね、ライブスケジュール紹介しましょう、辻、ね、さんね、ウォッカ新曲出したんだ、ウォッカ新曲出しました、ツアーは結構12月1月もあるんですけど、直近で11月17日金曜日、関内セブンスアベニューでね、リリースライブ、アルバムの、これがリリースライブなんだ、15日がアルバムリリース、ムーンシャインっていう、ムーンシャインね、これは11月17日17日金曜日、はい、金曜日、関内セブンスアベニューですね、セブンスアベニューも大体自分たちの発行みたいになってる、そうですね、よくしてもらって、本当によくね、セブンスアベニューやりましたよ、やりました、ムーンシャインっていうのがタイトルだね、アルバムタイトルがムーンシャイン、あ、うん、この間誠さんはあれね、うん、エディ・バンさんと一緒に、そうそうそう、ね、日野美香さん、日野美香さんとね、日野美香さんの歌がまたいいよね、あの人やっぱりね、すごい久めのね、素晴らしいですね、あの人お酒飲みでしょ、結構、うん、すごい飲むすごい飲むのにしてんだけど集合集合です、まあちょっと話それましたけども、僕からのね、ざっとちょっと言っておきましょうか、あ、いいですか、お願いします、2023年12月はですね、1日これは郡山フォーク酒場、はい、6号7号、はい、で、まあ、これいきなりさんとこね、そう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 、僕ラジオ番組出させてもらったことあったけどね、前、2日が盛岡ね、はい、盛岡グローブか、ごめんなさい、はい、で3日が米沢 ARB っていうの、はい、うん、で8日御殿場、うん、飛ぶね、リンコロリンコロ、うん、リンコロってリンコロさんのところ、いや、ちょっとこれよくわかんないですけど、これはね、ジェームスさんが行くところ、あ、そう、そうです、あ、ほんと、で、9日、岐阜、はい、クロスローズ、クロスローズ、はい、ね、で、大阪、10日、はい、
これはコバコバコダ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 ねコダ、コダ15日仙台からね、はい、ライブスペースカフェ BB、はい、うん、で16日が宇都宮スイング、うん、で17日、これ元八幡千葉です、ね、あ千葉ルート、はい、ルート14あ14ね、はい、で1月からは、この、アビームがまず最初にあるんです。そうです、あの4日ね、木曜なんだけど、ちょっとこれはたかしさ、そういえば、はい、お前誕生日いつか来る、いつかあるんじゃないの、はい、いつか6日、6日誕生日、ね、はい、どこでやるんだっけ、そうセブンスでやりますよ、はい、あ、サムズアップじゃないんだね、うん、セブンス、サムズアップはあれは違う人だから違う人だから6日にバースデーライブね、はい、6日ね、はい、俺なんか行った方がいい、あお願いしますよ、あ本当いいよ、2人で、あそしたらそれ私もはい、もちろんサーベニューか、うん、ウリコも行くよ、でその僕からはね、あの名古屋とね、いろいろ京都、静岡と久留米、福岡もあるね、これは CB、 あ、ね、あの、うん、CB ね、川島君と、川島さんと、そうそうそう、よろしく言っといてね、はい、川島で、21日佐賀、佐賀、はい、ラグジー、はい、吉祥寺が26日と、はい、あと27、28とね、うん、高崎、駒ヶ根と行きます、ね、わあ、ね、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしいね。これはあの、CD 買ってくださいね。ね、CD、素晴らしい CD だと思いますね。ね、まあ、これ、いい感じで写真も撮れてるね。ね、かっこいいよね。ね、いい写真じゃないか、うん、いい感じ。ね、年相応な。年相応な。これは、たけしさん。ね、この表情がね、たけしなんか、だいたい笑った顔ないでしょ、あんまりみんな、まあ、笑わない、笑わないね、笑わない、写真撮るときね、いやでもね、俺ね、辻とさ、たけしが大笑いしてる顔持ってんだよ、うん、あ、本当に、うん、あれが可愛くていいんだ、あれね、うん、裏にそういうのがあればいいかもね、そう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 、あ、ね、そういえばね、カナオ商店もすごい直近のライブがあるんだよ、あ、11月5日シルバーバック、11月5日シルバーバック投げ銭ね、投げ銭で、カナオ商店プラス、それでなんかあの、バンドになっちゃったね、うん、このあのドラムに松尾赤井がベースで、赤井浩二郎ベースで、はい、松尾淳ドラムと、ドラム、まあこれでちょっと投げ銭をね、この間してみたらね、ちょっと結構評判、なかなかのね、なかなかいい評判でね、まんざるでもない感じ、あれは復活のね、復活、この間復活でちょっと良かったんだけども、ちょっとね、あのパワーついてますね今ね、うん、あの神がかってる、うん、ちょっと神がかってきたからね、うん、すごい、うん、神がかってきたって自分で言った、自分で言ったあ、しゅんちゃんが言ったね、うん、しゅんちゃんがね、うん、どうしますか、ちょっと、かなさんちょっと最近神がかってきましたね、おぉ、しゅんちゃん、これ誰の CD、 その CD はこれはね、これはですね、僕の博多のね、友人の元プロデューサーの秋吉圭介さんって、うん、あのヤマハのプロデュース、ーあの手島葵ちゃんとか、もともと博多にいる頃はあのチャゲアンダースカとかね、あの辺も全部、そうですね、チャゲアスとかあのチェッカーズか、あの辺とかも育てて、昭和のチーフで自分でも歌われてたんだけども、そのね、奥さんのともこさんっていうね、うん、方のね、面白い CD が送ってきたの、面白い、これ秋吉さんそっくりなんだけど、あ、そうなんだ、そう、カップヌードルの中に入って、ああ昼ご飯っていうね、歌をちょっとね、ご紹介ちょっとだけ聞いてみようかなと思って、よろしくございましょうか、ああ昼ご飯、ひとつ屋根の下、夫と24時間365日朝昼晩、3日で限界超えてしまった、テレビの真正面特等席でお昼ご飯は何と聞く夫、さっき食べたじゃない
れは朝ごはんだろう。座っているだけなのに腹が減るのね。自分で作って食べてくれ。一人で食べに行ってくれ。友達と食べてくれ。できれば一泊で行ってくれ。一人に一人にさせてお願い。そんな言葉を飲み込んで、簡単なものでいいですか。まな板は使わない、お皿も使わない、チンしてお湯注いで、あー昼ごはん。電子レンジのね、これは素晴らしいね。あのシンガーソングライターのね、ともこさんって、あ要するに奥さんなんだけどね、これすっごいそうそう、主婦の間で大人気なんですね。下手すらヒットしちゃうんじゃないですか。ヒットしちゃうね。下手すらって言っちゃ悪いけど、リクエストが多いって言ってましたよ。福岡中心にね、活躍されて、ね、まあソングライターとしても、あの夏川りみとかね、あの辺の歌提供したりとか、まあやられててね、素晴らしい、素晴らしい。大体同世代、俺たち同世代だね。鹿児島出身の方ですね。山の国本大会、まあ、あの九州大会とか 出られてて、やっぱ子育てでずっと30年ぐらいね、で50を過ぎて再び音楽活動を、始められた方で、今はね人気なのよ福岡でも。すごいいっぱい入る。そう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 。だからね、で、いいことね、あっという間の1時間。ライブ見たいな。いや、これ演歌ばっかりじゃないよ。普通だね。ギターもうまいのよ、またこれ。そう。本当なんだ。かっこいい。なんかあったっけ、リクエスト。リクエストは終わったか？あ、ドリンキン、あ、なんかいいかな。Oh,
itinerary。 はい、ドリンキングトレインをお届けしました。あっという間のね、1時間でしたけども、まこさんなんか宣伝はありましょうか。ライブ、毎日ライブだもんね。あ、明日ライブやりますね。また明日も明日で30年ぶりに、カシオペとかプリズムの最初のドラマのリカって、鈴木徹っていう彼と、彼をちょっと引っ張り出してきて、うん、そうなので、麻婆、六川雅彦、はいはい、六川と3人で、あ、そうなんだ。明日はあのクリームやります。そうなの、どこで？あの西荻窪のテラ。あ、テラね、テラでやるから。あ、そうかそうかそうか。あ、すごいね、すごいね、うん、30年ぶり。六川さん昔から何一緒にやってたの？やってたんです。だってマーボーがモンタンドブラザーズの最初のベースシストだから。あ、そうだったんだね。そうそうそう、六川さん、うん、そうかそうか。だからモンタンで初めてマーボーと会って、その後だからレンズっていうのバンドを作ったんだよね。あ、そうなんだ。で、それであのタイとかいろいろ、あ、ああ、そうやったりして、そういえばね、モッタさんだった、六本木のピットインとかでクリームをやってました。あ、そうなんだね。そっかそっか、楽しみですよね。うん、ということで、はい、よろしくお願いします。もう時間となってしまいましたね。楽しい時間もあっという間でしたけども、本日のお相手は、はい、松下俊美と、はい、売り子松下俊美、番頭は、はい、たけしです、よろしく。大番頭、高橋真子さん。大番頭よかった、リッチじゃなくて。リッチなおちゃんもね、ありがとうね。まちゃんもありがとう。ありがとうございます。鈴木さんもありがとうございます。でね、あの、ラジオね、あの、気になれなかった方はですね、この見るラジオっていうかね、加納由郎の、あの、YouTube ありますんでね、それをお楽しみいただきたいと思います。じゃあ、また来週お会いいたしましょう。See you next time! あの人は今はない。